Galaxy S24 の基本操作をご説明いたします。サイドボタンは本体右側面の小さいボタンです。画面の点灯や消灯、長押しで電源オフや再起動ができます。2回押すことでカメラが起動します。指紋センサーは画面内蔵型です。指紋認証を行う際、ディスプレイに指紋認証マークが表示されます。指紋認証でロックを解除できます。音量ボタンは本体右側面の一体化した大きなボタンです。音量の調整が可能です。続いてナビゲーションバーについてご説明いたします。戻るボタンは一つ前の画面を表示します。ホームボタンはホーム画面を表示します。長押しで画面検索を開始します。検索したい箇所を囲うように指でなぞると、関連したものを検索して表示します。画面の隅から上にスワイプで Google アシスタントが起動できます。履歴ボタンを押すと最近使用したアプリを一覧表示します。任意のアプリをタップすると履歴から起動できます。アプリ履歴を削除したい場合は上にスライドすることでアプリを終了できます。履歴をすべて削除したい場合はすべて閉じるをタップします。アプリ利用履歴をこまめに削除することで電池の消耗を抑えることができます。 Galaxy S24 をぜひお楽しみください。